おはようございます。うちこめさん、日傘のたっきさん、ありがとうございます。いちひとさん、日傘のたっきさん、ありがとう。おはようございます。みんなギフトありがとう。りょうつにしばらく会えていない。会えてないね。ございます。ネクタイしてる？いや、こういうリボン、リボン。ごめんね、昨日さ、そのまだスケジュールも何も来てなくって、まだ配信の時にじゃけんさ、あのなんだったっけ、じゃけんね、朝になるか夜になるか配信わかんないって言ってたんだけど、でその後もう全然スケジュールが来なくって、なんかギリギリで夜まで来なかったけんさ、車配信になっちゃいました。ごめんね。今日のお仕事がね、今日のお仕事が、あの何時までかわかんなくて、そう、何時に終わるか全然分かんなくて、あの予想がつかないので、もしかしたらこの配信が最後になるかもじゃし、夜もしかしたら入れるかもなので。あ、前髪切った？気づいた？さっき、今さっき切りました。もう最終日だけど、リオツンがいないから物足りない。そうだよね、今日先輩らの全国ツアーも最後だよね。今日も可愛い、嬉しい、ギフトありがとう。来週のハンダル入るけどリオツンは出ない。そう、リオの誕生日の日にユビリンさんの生誕祭がある出たかったな。そう、今日もお仕事です。じゃけんさ、今日さ、今日さ、あのタワーのお礼、今日タワーのお礼、あの見に来ましたって方もねいると思うんですけど、ごめんね。もし夜入れたらでお礼できたらいいんですけど、あとは明日もまたお呼び出しをするので、ぜひまた明日来てください。リオツン美女完全優勝してる、マジで可愛い、嬉しい、やった。チキサインまたカキカキしてね。チェキ、そう、皆さん、あの昨日発表されたんですけど、ジューマミシングルのオンラインチェキサイン会が行われます。イエーイ。はい、ぜひお待ちしております。10月13日だったっけ、10月13日にリオはチェキ会があります。なんとトップバッターです。ぜひ皆さんお待ちしてます。チェキチェキチェキ。前回ねたくさんカキカキできて嬉しかったし、写真撮るのも楽しかったので、皆さんまたお待ちしてます。あのニックネームとかもちゃんと忘れないようにね、みんな、じゃないと本名で呼ばれることになるから。今日も顔面美だよ、嬉しい。そう、世界に1枚しかないチェキなので、ポーズとかも表情とかもメッセージももう全て込み込みで、世界に1枚しかないチェキだし、同じ写真は1枚もないです。たった世界ひとつきり、うん、ひとつきり、一個きり。リオツンが美人モード？そんな美人？
え、でも今日さ、前髪途中なんですよ。時間ないからさ、まだ途中なんです。だから多分まだガタガタ。みんなギフトありがとう。てか日本語やばいんだけど、ね、やばい、日本人なのに日本語やばいし。席申し込んで、うれしい。10月13、平日、うん、金曜日みたい。お仕事でね、多分見れない方も多いと思うんですけど。受験さん、ありがとうございます。 ST2.5 研究生、中学3年生、14歳のリオツンこと岡村リオです。気になったらハローお願いします。そう、正解。ギフトありがとう。最近一番気になるアイドル、嬉しい。そう、配信は17分までするので、15分ぐらいになったら壇上を読みたいと思います。よろしく、よろしく、よろしく。今日ね、朝ね、なんかあのベロを割るやつがあるじゃないですか、技みたいな技あのこういうやつなんですけど、それをねマーナにやってみてって言われたんですよ。なんかパーナもできるんですけど、なんかこれできるの遺伝らしくて、あのパーナはできるんですよ、マーナとモーナはできないんですよね。でもパーナはできるけど、パーナはできるけどあんまりその見えないんですよ見えない。そう、今もさっきしとったよね。どういうこと。今さっき、どういうこと。今さっきしてないよ、いつの話。いや、無意識にベロ割りよんウケるんだけど、ウケる。してないよ。無意識にしよう、どういうこと。モーナは、モーナはできないよ。だからマーナとモーナはできなくて、リオとパーナができるの。いつ？これの話？これはベロじゃない、唇よ。唇です、ベロじゃありません。癖なわけないじゃん、癖でベロ割りよったらやだ、気持ち悪い。あ、初見さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。ギフトもありがとう。リオはね、割ったまま結構ね前に出せるんですよ。そのパーナとかはこんぐらいなんですよ。リオはめっちゃ前に出せる。
これは唇。これさ、ベロベロ割ってるように見えますか？全然見えない。ひよこです。ひよこちゃん。てかみんな気づいてないけどさ、車戻りましたよ。車戻りました。リオンちの車帰ってきました。点検に出してて台車を借りてたので、昨日ね帰ってきたんですけど、昨日帰ってきました。そう、点検で台車借りてたから帰ってきた。軽自動車じゃなくなった？え、前の軽じゃなかったよ。台車は軽じゃないですよ。やっぱさ、自分家のさ車はさ広いし安心する。なんかいつもいつもいつもな感じ。え、なんか台車はね、あの座席が直立だったんですよ。もうピーンみたいな、新幹線の倒す前みたいな感じ でこのリオン家の車は結構背もたれがこう斜めだから、あの乗りやすいというか、いいいいですいい。いや、これリクライニングができるとかじゃなくて、もともと斜めだから、あのいい。リクライニングないよ、もともと斜めなんですよ。わかる今日話が通じない、ごめん。リオの日本語がやばいかも。もともと斜めなの。リクライニングはできない、もともと斜め。だからいいです。前の台車はリクライニングもできないし、直角で、あの新幹線だったからしんどかった。台車のが直立すぎたのね。そうなんですよ、多分これが普通なんですよ。これが多分普通なんですけど、多分台車のやつが直立に作られている。そう、そうですね。車移動中、今ちょっと止まってます。やばい、お腹痛くなってきた。キャー、チュ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 。いい天気？うん、いい天気。あったかい感じ。快晴とかよりはなんかあったかい、ホワワンみたいな。昨日の礼拝者ありがとうございます。ありがとう。緊張してるの？うん、全然そんなことはない。もう1ミリも緊張してない。昨日満月見れた？え、なんかさ、
昨日満月じゃなかったよね。え、なんか欠けとったよね。昨日月見えたんですよ、一瞬。満月まん丸じゃなかった気がする。ちょっと欠けてた。そう、月見えました、ちょっとだけ。今日で9月も終わり。え、確かに、え、やばいじゃん。今日で9月終わりじゃん。え、9月めっちゃあったよね。まずはツアーの千秋楽もあったし、フェスも2回あったし、公演もあったし、公演も何回もあったし、すごい、みんなに会える機会が多かったね、9月。すごい、ステージが多かった気がする、9月は。 FM シガの滋賀さんのラジオもあったし、いろいろありましたね。すごい。え、そう、昨日まんまるじゃなかったんよね。てかさ、あの、お願いがね、一つあるんですけど、そう、お願いが一つありまして、あの、なんだっけ、あの、どなたかね、昨日タワービスのタワーと貢献ランキングのあの一覧、紙に書いた一覧をね、お見せしたんと、お見せしたと思うんですけど、あの、結構さ、時間が経ってるじゃないですか。もう去年の12月だから時間が経ってて、多分気づかない方もいると思うんですよ。多分今更お礼しているのかみたいな、多分気づかない方も多いと思うし、多分ね、名前も書いてる方も多いと思うし、気づかない方もいて、自分がいるのかどうかさえも多分わからない方もいると思うので、あの一覧に書いた紙のスクショをぜひ X で拡散していただきたくて、もし友達とかもいたらぜひ声をかけて、リオツの配信あの覗いてみてみたいな感じで声をかけてくださったらすごく助かります。よろしくお願いします。10月21歳半、頭が待ってるよ。皆さんお話し会も待ってるね。明日はね、またお呼び出しします。お呼び出しします。そうです、スクショ拡散よろしくお願いします。そのリオスタンプが押されてない方はまだお礼ができていない方になってて、その一覧をね見てもらったらすぐ分かると思うので、ぜひその一覧のスクショをぜひ X で拡散よろしくお願いします。明日はですね、夜にお仕事の用事があるので、そうなんですよ、明日は夜にお仕事の用事がある、お仕事の用事、お仕事があるので、うん、それまでかな、それまでには配信するんですけど、まだね決まってないです。オンライン直サイン会も悩んでおります。悩んでいるならすぐだ。待ってる。みんなギフトもありがとう。お話し会取りすぎてもやし生活してます。嬉しい、ありがとう。待ってる。15分だ。誕生みます、教えてくれてありがとう。誕生読むね。13位ビリさん、ありがとうございます。
12位楽楽さんありがとうございます。11位満月ライダーさんありがとうございます。10位キキキキザジ PIXY さんありがとうございます。9位日傘のタッキーさんありがとうございます。8位鈴鹿さんありがとうございます。7位絆さんありがとうございます。6位つもさんありがとうございます。5位しゅうさんありがとうございます。4位ゆずきじさんありがとうございます。3位むむむさんありがとうございます。2位めたぼさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、テイクストック2023さんありがとうございます。パンパカパン。ありがとう。それでは皆様、今日は夜はもし入れたら入ろうと思います。もしお仕事が長引いて入らなかったらまた明日会いましょう。それではバイツー、またねー。